本当だよね。ママピョの絵だから高い声全然出ないですよ。すごくないですか、高い声一つも出ないの今。こんな感じの声なんです。そう、え、普通にいろいろ不安です今だから。やば、ウケる。はい、あれ、いろいろ今日は話さなきゃいけないことがいっぱいあって、まあ1から100まで話すんですけど、まず1つ目、ででん、時系列順にいきますと、8月30日間違えました。もう一度いきます。で8月31日 AKB48 チーム B 公演、浅井チーム B 公演、アイドルの陽気公演に出演させていただきます。そしてなんとヒカルンの初日ということで嬉しいですね。可愛い妹の初日に一緒に出演出れるのがすごくすごく嬉しいんですけど、あの一切振り覚えていませんので、皆さん、頑張ります、よろしくお願いしますっていうところですね。もう夏休みの最終日なんじゃないですか、そんなことないのかな、人によってか、私は全然だけど、ザ小学生中学生の夏休みは最終日なんじゃないかなと思うので、ぜひ夏休みの最後の思い出に皆様劇場でお待ちしてます。そして、相手指挟んだ。そしてですね、もう一つお知らせがあります。ででん、9月13日に、波動に出演させていただきます。天下一波動会、待ちに待った天下一波動会第6回ラストでございます。ここまで待たせてしまって、皆さん本当にすみません。ドキドキでいっぱいなんですけれども、マホピョンとメグミンと3人で出演させていただくので、一生懸命チーム B が今何位なんですか、チーム B 今日ちょっと見れなくてちょっと見れなかった、見てないんですけど、今日チーム B 何位な、今4位ですか、まだ最下位なのかな、わかんないですけど、まあ最下位脱却を目指して頑張りたいと思います。ね、だから皆さん波動ぜひ、来てください、待ってます。みんなボール、スーパーボール投げに来て、投げには聞きなくていいけど、あの網に入れに来てください。そしてもちろん皆さん絶対来てよって感じなんですけど、まあ平日だし、ね、遠くに住んでる方とか来れないよみたいな人とかも多分いると思うので、そういう方は絶対にもうお前ら死んでもアプリでちゃんと応援しろよって感じなんで、あのアプリの方でちょっと応援していただけたらとても嬉しいなと思いますので、あの本当にアプリの応援があるとないとじゃ全然違うらしくて、まあ、私が見てる何回か波動は見させていただいたんですけど、あの本当に全然違くて、本当ファンの皆さんのその応援がある子は結構すごいドゥ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 って、そうそうそう、いろんななんかみんなの、うん、なんていうんだろう、まあ、そのファンの皆さんの応援のあれがすごい、力がすごく強い子が結構いろんな、なんだろう、なんかレベル1の武器をレベル5ぐらいにできるみたいなことなんですけど、そうそうそう、それをやるのはあの本当に画面の前で見てる皆さんなので、皆さんぜひ、絶対に天下一波動会よろしくお願いします。頼んだぞお前ら。よろしく。
以上。今日橋本が話したい話は以上です。そう、波動はグッズもなんか売り出していまして、なんかアクリルキーホルダーだったり缶バッジだったりっていうのがなんかめっちゃいいらしいので、ぜひよろしくお願いします。いや、本当はいろんなことを喋りたいんですけど、ちょっと今日は喉のことも考えて、なるべく喋らないようにしたいと思います。はい。今日本当は配信長、そう、この時間できないかもしれない予定だったんですけど、できてよかった。あ、体調悪いわけじゃないです。めっちゃ元気。熱もないし、はい、喉も全然痛くはないんですけど、声だけガッサガサっていう、すいません、ガッサガサなんで、すいません。これだけがサラサラなんで、すいません、そこだけちょっと了承していただけると。まあ今その、なんて言うんですかね、なんか「どうしたんですか？」とかって言ってる方はメールを読んでいただければ理由は分かりますので、メールをとりあえず読んでください。はい。よろしくお願いします。すごいよね、逆に。受けピーマン。今日のロケで一応ちゃんと検査はしたので、それは陰性だったので大丈夫です。はい。安心して。声だけガッサガサなの、ごめん、マジで本当にごめんね。まあでも理由はとりあえずメールに書いたから、メール読んでくれ。おいくつですか？おいくつに見えますでしょうか？あ、そうそうそう、今日っていうか昨日っていうか、すごい面白い話があってみんなに聞いてほしいんですけど、すごいって言ったらなんか面白いかもって思うかもしれないので、ちょっと全然面白くない話だと思って聞いてほしいんですけど、なんか、めっちゃイケメンの声に聞こえます、ありがとうございます。なんか、あ、鼻声じゃないんです、本当に鼻声ではないんです。鼻はすごく通ってます。メールを読んでください、理由は。もう書こう。うん、それでもまだ聞いてくる人は 知りません。何でしたっけ？ああ、そう、面白い話があったんですけど、あ、くしゃみしますね。
メール取ってない方は、うん、取ってないわけない。じゃあ取れ。以上。何でしたっけ。あ、そう、面白いかないかもしれない話なんですけど、なんか面白くはないかもしれないんで聞いていただきたいんですけど、何でしたっけ。あ、まあお仕事が、その昨日ね、撮影があって、お仕事が終わって帰ってくる時に、まあ駅でね、キャリーを転がしていたわけです。そしたら、そのすいませんって声をかけられまして、まあ何かなって思うじゃないですか。で、あ、なんかその道聞きたいのかなとか、そうそうそう思って、そのイヤホン外して、あ、はいどうしました、はいはいどうしましたって言ってたけど、すいませんって言われたから、はいって聞いたんですね。そしたら、そのまあ男性20、30代ぐらいの男性だったのかな、まあなんかに、なんか、あ、すいません、あ、ナンパとかじゃないんですけどって言われて、あ、よかったよかった、やっぱ道聞いて、道聞きたいんだなと思って、そうそうそう、あ、道私もわかんねえよって思いながら、すいません、ナンパとかじゃないんですけど、はい、あ、なんかすごいお姉さん綺麗でタイプだなと思ってって言われたんで、ナンパやんと思いながら、あんたそれナンパやんと思いながら、あ、すいません、ありがとうございますって言って、イヤホンして行こうとしたら、その私がこう行こうとしたら、ここに前に来て、高校生ですかって聞かれたんで、あ、すいませんって言って走って逃げました。はい、ひろゆきさん声かけられました、私。ひろゆきさん、駅で声かけられる女です、私。まあ詳しくはほろ酔い配信を見ていただけたらわかると思うんですけど、はい、駅で声かけられました。そうなんですよ、確かに高校生狙いとか怖いよね。え、だってほん絶対20、30代でしたよ、普通に。もう 300% 10代ではなかった。うん、普通に怖。めっちゃ怖いじゃないですか。で、おかしい、おかしいというか普通にやばいですよね、確かに。1217日、ありがとうございます。うん、すごいよね、やばいよね、確かにそう考えたらやばいか。そう、まあナンパじゃないんですけど、もうナンパやん。その入り方がナンパやん、今考えたら。おもろかったな。うん、いや普通に私もその新幹線の時間があったんで、なんかそんなゆっくりしてられなかったんですよ。そうそうそう、だからなんかあんまゆっくりしてられないし、どうしようと思って、そのまあ声かけられたけど、なんか道案内してくださいとか言われてもなんかわからないなと思って、まあそれこそ北陸新幹線までとか、その新幹線口の行き方とかだったら全然わかるんですけど、そう、そんなわかんないなと思って、いや、わかんないよわかんないよと思いながらいたら、すいません、ナンパじゃないんですけど、姉さん綺麗だなと思って、ちょっとタイプで、いや、ナンパ。300% ナンパ。うん、嬉しいですか、うん、怖いよ。でもなんだろう、普通に人から好みですって言っていただけることは嬉しいんじゃないですか。別に嫌な気持ちはしないけど。
でもなんだろう、ナンパじゃないんですけどっていうその一言がねいらなかったですよね。もう自分はナンパしてますってぐらい堂々と逆に言ってほしい。うん、絶対そういう人ってさ、ナンパじゃないんですけどタイプで好みでっていう人って絶対、俺はナンパじゃないよ、ナンパじゃないよ、ナンパじゃないんだけどさみたいな感じじゃないですか。もうなんかどれもなんか、いや俺今日昨日勉強してないんだよねとか言ってめっちゃ必死にしてるやつ。そう、絶対そうです。イケメンボイス、ありがとう。Thank you。今日は君のために歌うよ。それでは聴いてくれ。47の素敵な街。あははは。ウケ。47かい。あ、TikTok あげましたので皆さん見てください。え、47も恋の歌ですよ。47の素敵な、ま、あの街へ歌を歌い、あ、これじゃないな。真っ青な空を見上げて誰かのこと思ってますか。今すぐに会いたくなった。誰かいるっていいね。解釈をすれば恋の歌とも捉えます、捉えられます。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。今の声だとお酒が似合います。本当？普段の声だとお酒似合わないですか。え、マジアットジャムとチーム B 公演めっちゃ不安なんだけど。いけんのかな。ナイフだって隠し持てる。ウケる、やば。頭のネジを緩めりゃ考えなくて済むぜ。難しいことなんて腹の足し。待って、どうしよう。シャンパンワインにテキーラウォーカー、潰れるまで飲み明かそう。マジじゃん。先に喉潰れてんじゃんって言いたくなっちゃうね。この声でシャンパンとかワインとか言ってほしくない。やばい、ウケる。お酒飲んでる人の声だお、飲んでるの麦茶だお。
藤沙莉さんみたい。え、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。伊藤沙莉さん大好き、超嬉しいです。え、やばいですよね普通に。この声ガッサガサな、大丈夫かな。アッツジャム、ビーコメン、頑張ったんです今日、本当に不安なんですけど頑張ります。あと何あるかな。私たち可愛いじゃん、それなりのルックス、スペシャルなんて言わないけど平均以上じゃんえ、出るじゃんとか出る。え、もう一生この声がいいかも。それはやだな、この顔でこの声だったらちょっと結構さ驚くよね。え、だって高い声出ないんですよ。はい、ウサギのようにピョピョ飛び跳ねるのはハルやば、はい、ウサギのようにピョンピョン飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。なんかさ本当になんかさおしゃれな、マジスナックのバーとかで働いてそう。ん、スナックのバー、んスナックとかバーで働いてそうな女ですよね。今日のこの髪の感じとか、あんた最近どうなの仕事。あ、上司が休ませてくれないの。具体的に何休みたい。あ、31日、そんな、何、好きな女がステージ立つの出たらいいじゃない。あ、出たらじゃない、見たらいい。もうそんな仕事なんて見、もう劇場行きなさい言ってそう、マジで言ってそう。こんな感じですよね私。でもこれテレビとかで見るスナックのママって感じなんで、うん、このママをせ、演技の幅が広い。いや声この時だけママぴょん。え、じゃあ私さこれさこうやってさ外に出てママと二人で喋ってたら同じ声が二人喋ってるみたいになるってこと。やば、ウケ。めいちゃん、あなたとどうってちょっとやめてください。すいません、あなたトトロっていうのねでもこれはできます、できますよ。めいちゃんこっちはいけます。今だけできるモノマネ、スナックのバーのモノマネ、バーのママの、スナックのママのモノマネ。え、そうなの、そんなの、そんなは有給なんて使っちゃえばいいんじゃない。何
使わせてくれないの。どんな会社で働いてんのあんた。って富山弁じゃん、めっちゃめっちゃ富山弁じゃん、やめてくれ40秒で支度しな。声低すぎる。あ、明日の配信はちょっと何時か一旦わからなくてあれなんですけど、なんかお昼頃かなって思ってます。公演も波動もバイトじゃなかった。うれぴーうれぴーうれぴー。アピョン、ハードスケジュールなんですここ最近。いや、もっとハードな人はいるんですけど。いいこといいこと、いいってことよ。あ、ちょっと待って、明日は夕方ですね。すいません、お昼って言ったんですけど、夕方頃に配信かと思われます。夕方頃に配信かと思われます。まあ夕方できなかったら、いや多分朝方はやらないと思うんですけど、いや明日も朝早起きなので頑張りたいと思います。ということで、ちょっと今日時間、ちょっと最近時間短いんですけど本当にごめんね。でもマジこの声だけはちょっと明日までには直したいので、ちょっと無理かもしれないんですけど、あの明日までに少しでも直せるようにちょっと頑張りたいので、ちょっと一旦今日はこれでお開きにしたいと思います。夕方にできるかわからない、明日の朝方って言うとあれですけど、午前中にもしかしたらやるかもしれないってぐらいで考えといてくださいということで、はい、喉をお休みさせます、しっかり。それでは、皆さん今日はありがとうございました。最後にキャッチランキングランキングを読んで終わりにしたいと思います。ゆっくり休んでありがとう。あなたたちも上司のことなんて考えずに休むんだよ。ここにいる上司の皆さんは休ませるんだよ。わかった。じゃあランキング読むからね。ちゃん、みんなのこと今日ちゃんで呼ぼう。なんかスナックのママってね、ほらなんとかちゃんって言うじゃん。男の方のことも。なんで今日はじゃあちゃんで読みます。スナックのママになります。いきます。1 A ダッシュアットピョンズちゃん2パンダちゃん3マジちゃん4ユウちゃん5ベベモンちゃん6コロポックルちゃん7マックミックちゃん8バルスアットピョンズちゃん9位カンちゃん10位マック、ま、あ、間違えた、ごめんね、間違えちゃった、ごめんね、そんな怒らん、そんね、怒らない。10位マー君アット橋本ちゃん推しさん、あむちゃん、もう一回いくね、マー君ちゃん
11位サイレントムーンちゃん、12位ともゆきちゃん、13位アンニョンズちゃん、ありがとうどんな声やねんマジで、ウケる。え、なんでまた今日の88位はガキ88位。え、最後の2歳の姿を。今日のラッキーエイトはね、天はしめちゃんありがとう。ママそんなガサガサの声じゃないの。えそれじゃね、また小麦っていう感じこの方々ね。はい小麦ちゃん、はい小麦ちゃん、今日も遊びに来たの。だってもうすぐ3歳になっちゃう。僕3歳になるのね。ねこの子の毛のせいかもしれん。声昨日声いっぱい吸い込んだかもしれん。毛そんなわけないね、うん、ごめん君のせいにした。ちょあれ声が遅れてじゃなくてちょっと、何したいの。え声に取るって言ったから、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 声に取るって言ったから。え、そんなに取る？全然違うよね。全然違うよね、うん、今の言い方そっくりや、そっくりじゃないわ。え、じゃあ小麦くん、小麦くんちょっと、じゃあ小麦の声の真似。もたませとたせた、たもたせとったよね。わかった小麦くん、その足バタバタせんでくれけえ、ブランコなんだっけ、自転車かなんかこいどんが。ねえねえねえ、じゃあどっちがハンナでどっちがママかね。え、ハンナはけんや。え、なんでこれじゃわかる顔隠すってことね、うん、はい譲り合いせんね二人して譲り合わんでよ。じゃあ何を言う。僕小麦って言うね。分かった。あ、今言ったらバレるが。ああ、はい、どうぞどうぞって言ったら小麦くんどうぞ。あ、いて顔見えとるよ。見えてないよ早く言ってもらえる、はい、早く言ってもらえるしたらママが言うてもバレるね、察するよね。ごめんごめん、いきます。え、いや、もうバレるの。ね、高い声で言ったら、反応高い声出んやろ。低いこの声で喋れる、うん、絶対そうだよ。はい、分かったよ。分かった。でもママの声こんな声じゃないもん。分かったよ。僕小麦、僕小麦、さあどっちでしょう。ママピョンはどっちでしょう。ママピョンはどっちなん。ハナはハナピョンはどっちでしょう。普通おしめ当てるでしょ。先あと、え、ママの方が人気者だって。どういうこと。あ、え、そういうこと。どういうこと。じゃあ先だと思った人は1番、後だと思った人は2番、3番は小麦くんだと思った人。小麦くんは言ってないよ。よーい、スタート。しんちゃんとみたいだよ。パパ怒るよそれ。しんちゃんと、しんちゃんみたい。よーい、スタート。見たことないから知らんもん、うん、ふざけて投票せんがんよ、あんたたち。あんたって言わんが。邪魔な人よく言う、うん、あんたたち。え、なんでえって言うの。何えって。なんとかだからね。え、わかった。えって何えって念押す。えや、念押しの絵。え、3番まで作ったん。うん、3番小麦。小麦、じゃあママ小麦にしよう。小麦自分で喋ったんだもんな。うん、全部2つとも小麦が喋ったっていう、うん、僕小麦。じゃあ5秒前。え、誰を当ててもらったのこれ。ハンナ先、1番先2番。あ、じゃあ3番ハルナにしたってこと。え、3番小麦。え、じゃあ小麦が全部喋ったってこと。ああ、そういうことか。
3、2、1、終了。あ、3、小麦くん、あんた全部喋ったと思われとるよ。僕小麦だもんな。次が一番の、発表が先、発表の人気だった。ママピョンの聞けばママピョンの方が人気になっとった。よく分からん。あ、正解当たっとるからか。はい。あ、正解は私先に喋りました。あ、以上です、そんだけ。ね、コムくん、ちょっと2日連続で出たからママ帰ります。ね、コムキも帰らせてあげて。うん、コムくん、コムくん2歳の誕生日になった。コムくん2歳最後だから。バスデボーイ、ツモロー。トゥモローはママがお祝いしとくね。うん、トゥモローでも朝祝える。うん、トゥモローバースデーボーイ、カモンカモン。足の裏毛づくろい線が今から毛ボサボサに触るから、はーちゃんが。だって足の裏にも毛生えとるもん、毛づくろいだよ。あらかわちいね。あらかわちいぜ。見えちゃった。見えとるよ。はい、見えないようにしよう。はい、はい、僕小麦って言います、こんにちは。伝えてくる。うん、あのもうだって終わる。あ、もうランキング読めようったから。本当だ、ごめんなさい。いいんだ、僕は明日で3歳になります。また明日からも3歳になった僕もよろしくお願いします。2歳の1年はいっぱいいっぱいありがとうございます。ママの手どうしたら。だって、え、なんか鳴っとった。え、なんか鳴っとった。だって、ええ、どこも怪我してないよ。何が見えたの。やば。ということで、ありがとうございました。それでは、あ、はい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 、それでは、はいはいはい。お、切られた。おーって言った、帰りたいって。はい、それでは皆さんありがとうございました。私はピョンムービー撮って帰ります。帰られよ、あなた。僕帰るなよ。僕涼しいお部屋、帰ろうね。はいはい、バイバイ、おやすみなさい。こっちだよカメラ。する。うん、大丈夫。ということで、皆さん本日はありがとうございました。私はちゃんと明日までに声が治るのか楽しみにしといてください。それではまた明日お会いしましょう。それではバイバイ、休み。明日早起き頑張る。メイク落とす。しゃっくり出た。おやすみなさい。バイバーイ。